皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和馬と申します。本日ですね、弊社のこの株式会社エリーターズがですね、物流会社の UPS 様とですね、提携をさせていただきましたので、本日はですね、その提携についてですね、お話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!コンテンツの方も始めていきたいと思います。本日はですね、弊社株式会社エリーターズがですね、クラウドファンディングの今事業でですね、支援サービスを行っているんですけども、物流面におきましてですね、アメリカのですね UPS というですね、かなり大きな物流会社様とですね、ご提携をさせていただきまして、弊社のこのクラブ会員様がですね、海外、アメリカとかですね、中国とか、その他、欧州からですね、商品を輸入する際にですね、この UPS のサービスを使って、より安い料金で、包括的なサポートを受けながら、ワンストップでですね、国内の UPS 様の物流倉庫から国内販売までをですね、包括的にお願いできるサービスをね、提供していただくということでですね、業務提携の方を発表させていただきました。エリーターズでもですね、現在多くの会員様がおりますけれども、そのクラブ会員であればですね、この UPS 様とのサービスをですね、利用することができるというところですね、今後ますます弊社の方もですね、期待していきたいなというふうに思っております。はい、UPS というですね、もう本当にアメリカではですね、UPS とFedexといえばですね、かなり大きな物流会社なんですけども、まあ日本でですね、ヤマトと佐川みたいな、そういったイメージだと思うんですけども、UPS 様がですね、弊社のようなですね、サービスと提携していただくということですね、非常にまあ我々にとっても名誉あることでございますし、まあこの提携をしっかり成功させるためにですね、我々の方でどんどん海外のメーカーの日本展開というのをお手伝いさせていきまして、物流面におきましては UPS 様のお力を借りてですね、どんどん日本のクラウドファンディング市場、それから海外企業のですね、日本の展開というのをですね、支援させていただければなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日はですね、ちょっと簡単ではなりますけども、弊社の株式会社エリーターズがですね、 UPS 様とですね、越境クラウドファンディング支援サービスで業務提携というですね、プレスリリースの方をですね、シェアさせていただきました。はい、本日の内容が良かったという思っている方は、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.